外国人である投稿者の男性が日本に観光で訪れた際に街中の様子を撮影したという映像。投稿者は動画投稿サイトに載せる目的でこの映像を撮影していたという。お分かりいただけたと思う。ゆっくり前方に進みながら歩き続ける投稿者の男性。途中横から半透明の男とおぼしき姿が現れ、投稿者にぶつかりそうになった瞬間、男は消えてしまう。まさかこれはこの世の者ざる者の姿を捉えてしまったとでも言うのだろうか。